おはようございます、やんちゃです。2023年1月10日火曜日の朝です。タイマー16分。はい、ふえ、忘れる前にプランク、ほい、じゃあやりますか。まず腕立て15回、顎をつけます。はい、無理よいしょ、タイマー2分。2分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。はあ、本当に毎日でこのプランクコーナーをやるときが一番辛いこのプランクをやってるときが一番辛いっていうぐらい、他に辛いことがない状態を幸せというのかもしれませんけど、きつい。天気ですが、しばらく降らないけど土日が雨ですね、どうやら。はい、久しぶりの、なんか結構乾燥してるから、そろそろ雨降ってほしいですね。むしろ、朝刊見ますか。なんだ、ブラジル議会襲撃、ほう、選挙結果に抗議して、なんかこれ前アメリカでも起きてましたよね。へえ、やば。ふう、なるほどね。はい、あ、やっぱな、言ってるな、南米のトランプ。なるほどね。あー、きつい。はあ、試される、きらやか銀行。きらやか銀行ってどこ島根県の島根銀行。ほう、なるほど。ぐお、きつい。あと20秒もある。電力続く老朽化、火力頼み。なるほど。うー、やばい。うちもかなり節電してはいますけど、電力大変そうですね。5、4、3、2、1、0。きつい。はい、そしてよいしょ、はよし、タイマー2分。もしかめ200回行くぞ風、今日風はやばいですね。5メートルぐらいありそう、風速。1、2、3、5、6。あ、ちょっと もう一回。40、50、60、70、80、90、
100、110、120、130、132回まあこんなもんか。なんだろうな、やっぱ100回いけんなら200回もいけると思うんですけどね。何が違うんだろう。はい、フリケン、この強風の中、はっ、ちょっと引きすぎたか。よっ、よっ、あれ、いいよ、はっ、なんかうまいこといかないな。今ちょっと風が止んでるから、やるなら今のうちなんだけど。よっ、はっ、よし、はい、よっ、ほっ、今のはいけるパターンだったと思うんだけど、軸がずれてたのかな。このこうやって向こうに行ってるのと、この引くののこの軸がきちんと合ってると、ちゃんとこの穴がこういう風になるんですよね。でちょっとずれてると、こう斜めになるから、こう穴が横向きになっちゃうと、そういうことだと今のところ理解してますね。よっ、は、今ちょっと斜めってたな。ダメだ、引きが弱かった。この引きの塩梅が本当に難しいな。引く強さもそうだけどもうちゃんと軸を合わせるっていう。よし、よしなんとなく自分で理解しながら成功させられるようになってきたのがいいですね。ほい、今日風強いっすね測る、測ってみる。おお、 5.7。 はいはいはい、あー、いいですね。はいはいはい、あーわわわわわ、あ、6.1、風速 6.1m ですね。おお、はいはいはい、これが最大ぐらいかな。 6.1 か、5ぐらいかと思ってたんですけど、さらに上を行きましたね。はあ、まあ風が強いせいか空気が澄んでますね。だからここ最近すごい体調崩してたし、なんか咳と鼻水となんか目が痒いみたいな風邪かと思ってたんですけど、おそらくですけど花粉ですね。花粉の季節がもう来てんだっていう。なんか毎年この季節に多分こういう症状出てるんですよね。はあ、去年の今頃のやんちゃクラブとかを見直せば、なんか様子がわかるかもしれないですね。なんか調子悪いとか鼻水出るとか。なんかツイッターで花粉飛んでる感じしますかみたいなことを誰となく聞いてみたら、心当たりある人が何人かリプライをくれたので、やっぱりそういうことなんだろうなと思います。で、なんか花粉予報みたいな、何ですか、今年の花粉の予想みたいなやつを見ると、今月末にはもうドバドバ花粉出てくるらしいので、ちょっと気をつけましょうね。どう気をつけたらいいのか分かんないですけどね。どう気をつけたらいいんだろう。なんかその、わしあんまり血液検査とかで花粉症のアレルギー反応みたいなやつ出たことないので、そんなにひどい花粉症ではないと思うんですけど、花粉症じゃない人でも花粉がめちゃくちゃ飛んでるときは何かしら症状出ると思うんですよね。いや、結構なもんでしたよここ数日間。どうしたらいいんだろういや、これがその血液検査でアレルギー反応とかが出てるんであれば、その抗アレルギーの治療とかをすれば
いいんだと思うんですけど、なんだっけ、あの舌下免疫療法とかいう、あの舌の下にあのベロの下にあのアレルギー源みたいなやつの薄くしたみたいなやつを入れて、でなんかベロの下でコロコロするとこう何ですか花粉の免疫をなんか抑制できるのかな、免疫を慣れさせるのかな、わかんないですけど、ちょっと詳しい原理はわかんないんですけど、ベロの下になんか入れてゴロゴロすると改善するっていう、そのシーズンの半年前ぐらいから始めないといけないっていう、まあ、めんどくささはあるんですけど、なんか、 かなり効くらしいと。でなんか花粉症の薬とかって結構その眠気が出るとかっていう副作用はあるんですけど、その舌下免疫療法はね副作用もそんなにないっぽいんで、だから本当に困ってるんだったらそういうやつをやるべきなんでしょうけど、まあもう今年は季節が来ちゃってるからどうしようもないし、もしやるならそうですね、夏から秋にかけてもう一回検査しに行って、こう春に備えて対策をし始めないといけないっていうことですね。はあ、大変そうはい、というわけで今日の火星菌やりますか。火星菌、科学的に正しい筋トレっていう本をコツコツ読んできたんですよ。でそろそろ終わりかな。はい、今4章の4個目、それでも筋トレが続かない理由なんだろうな、あの初期の小沢健二の歌みたいな小沢健二とかフリッパーズギターの歌のタイトルっぽくないですか、それでも筋トレが続かない理由とかなんだろう、バスルームで髪を切る101の方法的なはい、でなんか筋トレ始めた人が筋トレを続けていく様子を、まあ、アンケートとかでこうデータにした時に、やり始めてから1年以上続く割合っていうのが 4% しかないらしいですよね。 4% か、それはもうほぼ 4% っていうとどれぐらい、偏差値70ぐらいやばいですね。うん、わし今プランク腕立てってどんぐらいやってますかね、今までで。もう半年ぐらいやってませんか、なんだかんだ言って。偉いなこれ1年続けばその 4% の仲間入りってことになるんですか、それともこの本で言っている筋トレっていうのにはわしがやっているものは当たらないっていう可能性はあるか。まあしょうがない、でもでなんかこれもう本当この説もなくていいんじゃないっていう、なんか今まで散々こうエビデンスをもとにこうあらゆる定説をなんか覆したり、要はバランスだとか言ってみたりとかいろいろやってきたくせに、なんかあんまデータがないんですよねこれね。でなんか推論ばっかりっていうか、あの仮説っていうか確かめようのないことばっかり書いてあるっていうか、人は筋トレするようにデザインされていないとか、はあ、これなんかあの初めにみたいなやつを読んだ時にも確かちらっと出てきたと思うんですけど、うん、人間がその猿から進化して今の人間になるにつれてこうどのように淘汰されていったかっていう話なんだと思うんですよね。どういう性質のある個体が淘汰されてって今残ってる個体は、まあ、こういう特徴がある個体が残ってるだろうっていう、だろうっていうやつ。だからなんか人間以外の動物とかはその何ですか、あのいわゆる瞬発力のある筋肉がたくさんあって持久力がないので、人間はどっちかというと持久力を鍛えることによって、鍛えるっていうか、あの持久力の高い個体が生き残って進化していくことによって、その瞬発力しかない動物を一日中なんか4時間から6時間とか
追いかけ回してクタクタになったところを狩るみたいなそういう陰湿な狩りをすることでこう勢力を拡大してきたみたいな。なので人間は基本的にはその鍛えたりしないと、なんか体力を温存する、そんなにたくさん獲物が、狩猟採集時代にそんなにたくさん獲物がいるわけじゃないので、その一日中バリバリ動き回るようなことをするほどご飯を食べてたら食料不足になっちゃうから、こうゴロゴロすることも仕事のうちみたいなところがあったとだから現代の人間もそれを受け継いでいるわけだから、ゴロゴロするのはこうそういう個体として選別された、淘汰されて、そういう風に進化したんだからしょうがない雑ライフっていう話をしてるっぽいんですよでもなんか本当かみたいな。いや、そういうね、なんか想像するのは自由ですけど、なんかね、まあそういうことにしておきましょうかみたいな、わかりましたっていう感じでしたで、なんか多分これこの章はなんか次の章へのなんか導入みたいな感じになってて、じゃあ次の章でその人間のその進化する過程でその染みついたなんかだらけ癖みたいなものをどうするかっていうことについてやります、4の5でやりますみたいな感じで引いてるんですね、はい、なので、まあ、今日のところは、はい、そういう引きなんですねっていう感じで終わろうと思いますけど、なんかね4章はね様子がおかしいですね。ただわしもなんかこの本を読み始めるときになんか4章みたいな内容を読みたくて読み始めたような気はするので、なんか最初から4章を読んで4章だけ読んで終わればよかったなっていう気はするんですけど、でも1章から3章を読んだことによってなんかその筋トレに関するなんかああせいこうせいみたいなものについてなんか冷めた目で見られるようになったっていう意味でなんか得るものがあったなという気はしますね本当かって言い始める、なんかあの最初に本当本当っていうのをなんか言うようになった気がするので、それは良かったんじゃないですか、はい、さて、なんか最近あれなんですよ、 Amazon プライムビデオで相席食堂っていうバラエティ番組をすごいよく見てて、今シーズン1の第40話とかそんぐらいですか、結構たくさんあるんですよね。もう 4,5 年前からやってる番組だからすごいストックがたくさんあるんですけど、まだあと多分100何十話とかあるんだと思うんですけど、要するに旅番組なんですよね。なんか芸能人が一人ピックアップされて、その芸能人がいろんな島とか田舎の結構僻地の方とか出かけてって、でそこにある食堂とかでなんか居合わせた地元の人とかと、まあ、相席させてもらって、まあ、なんか旅行してきた人だったらなんかどうしてここ来たんですかとか聞いたり、地元の人だったらこの辺でなんか面白いスポットありますかって聞いてみたりとかっていうような、まあ、V を撮って、でそれを持ち帰ってきた後スタジオで千鳥っていうコメディアンの2人組がその V になんかツッコミを入れていくっていう番組なんですけど、風強風強いな。おー、 7.7、 やっぱりさっきを超える風だと思ったんだよな、はい、今日風強いですね。7は大したもんですよ。7は、はいはいでなんかその千鳥のツッコミもまあ面白いんですけど、まあそれはそれとして、やっぱそのいろんなところですね、いろんな日本全国いろんなところにこう旅番組として
行く様子を見てですね、まあ、それが面白いですよね。なんか最近そのバイクでいろんなところ行くのにハマってるので、なんか例えばそうですね、あ、銚子とかの場合もあるんですよ。銚子ってわしちょっと前に行ったんですけど、この間銚子に行った時に行ったところとかが出てきて、ああはいはい、この地球が丸く見える展望台行った行ったと思ってなんか自分が行ったことのあるところとか出てくると結構楽しいですね。なんか昔はそんなに旅番組とかね好んで見なかったんですけど、今旅番組って見るとこんなに面白いんだってすごい思うので、なんかそうやって自分もその旅で行ったことのあるところの手札を増やしつつ旅番組を見ていきたいなと思いました。よいしょ。はあとなんだっけ、鳥羽港とかも出てきましたね、あの三重県の。あとなんだっけ、あの渥美半島とかも確か出てきた気がする。うわーやばいやばいうわーちょっとこれは 7を更新するか。今7超えてたよ。いやーすごいな今日風。10まではいかないけど、この風力計ほんと買ってよかったな。なんか風を測ってるだけでほんと楽しい。結構富士山も綺麗に見えますね。そうだから昨日とか一昨日とかもう風なかったじゃないですか。で多分花粉だと思うんですけど、なんかなんだろう、新宿とか東京の方のビルとか全然見えないぐらいこう空気が濁ってて、あれ全部花粉かと思うと、そりゃあんな症状も出るよねってすごい思いました。あと何分ぐらいかな、あと2分ぐらいかな、あと30秒だ。キューブ揃えられるかな。この崩すだけで時間来そうこの崩し方って何かあるんでしたっけ、なんかいい崩し方わかんないけど、はあ、まあいいか。これが揃ったら今日はお別れです。今日ね、先週一応そのお正月明けて仕事復帰しましたけど、なんか体調悪くて金曜日午後休にしちゃったから、ほぼ社会復帰に失敗してたと言っても過言ではないので、今日社会復帰のリベンジですよ、はい、なんでそんなに屋上でのんびりしてもいられないですね。はあ、いやまあよく考えてみれば先週体調が悪かったのも花粉かなっていう気がしますよね。鼻水が止まりませんでしたからね、なんか、はあ、なんか毎年毎年こんな症状に悩まされるのやだな。なんとかなりませんかね。はあ、揃った。よし、終わり。じゃあ、バイバイ。ピッ。